府県会は戦前の日本における府県の議会、戦後の地方議会の前身にあたる。廃藩置県以後、各府県で府県会、民会、区古町会などの名目で地域代表による諮問機関が設置されるようになっていたが、1878年に府県会規則が制定されると、翌年より同法に基づいた府県会が各地に設置された。府県会の設置は、 大阪会議の際、木戸高義が要求した成功の一つであった。したがって府県会は1890年に設立された帝国議会よりも先に設置されたのである。府県会規則の選挙権は年間基礎5円以上納付の満20歳以上男子、非選挙権は同10円以上納付の25歳以上の男子に限定され、権限も地方税に基づく経費の予算と、 その徴収方法の審議に限定され、さらに、地方長官あるいは内務卿が国家の安寧を害し、法律規則を課すと認めた場合には会議の中止、解散、閉会を命じることが可能であった。だが、自由民権運動の高まりによって、各地で県令と府県会の衝突が相次ぎ、1882年には、右大臣、岩倉智美が、 府県会中心検証を提出した。しかし、政府内部でも、府県会の事実上の廃止を求める岩倉に同調する動きは少なく、代わりに府県会に対する政府の統制を強化することで対応した。1890年の府県制導入によって、府県会の位置づけも大きく変わった。内務大臣による予算修正権や知事による原案執行権の制約があったものの、 府県会の権限は、不正、県政全般に及ぶようになったのである。ただし、直接選挙が廃止され、直接国税10円以上納付の25歳以上の男子から、司会、資産次会、軍会、軍参次会の構成員が投票して決めるという、副線性が取られた。だが、府県会の選挙戦をめぐって、各地の司会、軍会などに派閥が形成されて紛糾するようになった、ため、 1899年には直接国税3円以上、納付者による直接選挙に変更された。1925年には衆議院議員選挙と同じ条件の普通選挙が導入され、これまで認められなかった議員の発案や意見提出が認められ、知事の定会権の廃止や原案執行権の制限が導入された。しかし、1943年に、 戦時体制下を理由に、知事の権限強化と府県会の権限削減、政府による府県会統制導入が行われるようになった。その後、1947年の日本国憲法交付に伴って制定された地方自治法によって、地方議会へと組織変更されることになった。ありがとうございます。